どうも皆さんこんにちは、ポールです。もうご存知の方もね多いかと思うんですけれども、 2021-22 シーズン大阪で開催される予定だったグランプリファイナルの中止が決定いたしました。ということでこの動画ではグランプリファイナル中止について思うことと、日本からグランプリファイナルに出場予定だったメンバーに関しまして、年末の全日本選手権の影響とか北京オリンピック代表選考の影響などについてお話ししていきたいと思います。まずですね、グランプリファイナルについてなんですけれども、新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染拡大で外国人の新規入国が一時停止になったことを受け、大阪で9日に開幕予定だったフィギュアスケートのグランプリファイナルが中止になることが2日分かった。グランプリファイナルについて日本スケート連盟の担当者は、外国人の新規入国が停止された11月30日、海外選手が来日できるか国に問い合わせている段階などと話し、国の判断を待ちつつ開催に向けて準備を進める考えを示していた。中止は2年連続ということで、グランプリファイナル開幕まであと1週間に迫ったところまで来てたんですけれども、中止が決まってしまいました。一応今回のファイナルですね、中止ではなく延期で、シーズン最後に改めてファイナルを行うっていう話もなくはないらしいんですけれども、現実的に可能かどうかっていうのもわからないですし、一旦これについてはスルーさせてもらいます。つい先週の土曜までは、グランプリシリーズのロステルコム杯やってたんですけれども、このオミクロン株が原因で海外からの新規入国ができなくなって、最悪グランプリファイナル中止になるかもっていうね、ニュースが月曜日あたりに言われ始めて、無観客開催とかバブル方式での開催とかいろいろ話出てたんですけれども、最終的には本日12月2日木曜日、中止の発表ということで、この短期間に状況がめちゃくちゃ大きく動きまくってですね、ショックというより頭がついてきてないですね。この決定についてツイッターとかあとはネットとかを見てても、いろんな意見が飛び交ってまして、人それぞれ思うところあるとは思うんですけれども、あくまでね、一個人の感想として、今回の決定、僕自身は英断だったんじゃないかなと思ってます。一応僕自身、開催か中止かの2択で、絶対どっちかに手を挙げろよっていうふうに言われたら、多分中止の方に手を挙げてたと思うんですね。もちろん無観客開催とかバブル方式での開催だったら、通常の開催よりも感染拡大のリスクは抑えられたかもしれないんですけれども、まだね、変異株について詳細分かっていない現段階で、特例作って海外から人を入れて感染拡大のリスクを上げるっていうよりかは、中止の方向に舵を完全に切り替えた方が、感染拡大のリスクは少ないかなと思いますので、おそらく多くの人にとってはそっちの方が良かったのかなと思ってます。多分中止を決定した人も、少なからず同じような考えだったんじゃないですかね。ただ自分の思い通り、中止になったからといってやった後手放しに全然喜べないんですよね。まずグランプリシリーズを勝ち抜いて、この大会に向けて準備を進めてきた選手の気持ちっていうのはね、察するにあまりありますし、この大会の主催者や、多くの関係者も当初と違う形になったとしてでも、なんとかね、開催できないかと躍起になって行動していたはずですし、この大会を楽しみにしていたスケートファンの思いも、その思い虚しく中止っていうのは、改めてね、寂しいですし、本当に残念だなと思うばかりです。選手にとってもね、このグランプリファイナルが自身にとって初めてのファイナルだなとなってる人もいれば、おそらく自身の選手生活最後のグランプリファイナルになった可能性のある選手っていうのもね、いろいろいらっしゃったかと思うんですけれども、そんな一期一会のね、機会がコロナウイルスのせいでなくなってしまうっていうのは、旗から見てても寂しいし悲しいし、この試合をね、生で見ようとわざわざチケットを取って会場に足を運ぼうとしていたお客さんもがっかりですよね。自分の好きな選手の勇姿を見届けたいと思っていた人もいるでしょうし、中には生涯で唯一の現地観戦っていう風になる人ももしかしたらいらっしゃったかもしれないじゃないですか。なので、本当に貴重な貴重な機会を新型コロナウイルスとかいう、未知のウイルスのせいでついえてしまったっていうのは本当に残念な話だなと思います。自分自身もすごい胸中は複雑なんですよ。現実的に考えて中止が最善じゃないかと思う反面、やっぱり感情優先でいくと中止はすごい残念で寂しいですし、なんていうかもう心の中で被害者と加害者が同居してるんですよ。中止で安心でも寂しい、中止で安心でも寂しいみたいな、もうそこのサイクルを現状心の中でぐる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 回ってる、そんな状態でございますっていう感じで、現時点でグランプリファイナル中止の話を受けて、僕が思うところをお話しさせていただきました。でですね、気になるのがこの
後グランプリファイナルが中止になったことで、グランプリファイナルに出場予定だった日本選手が全日本選手権にどういう風に影響するのか、あとはその後のね北京オリンピックの代表選考にどう影響があるのかっていうついてのお話をしていこうと思います。まず全日本選手権への影響なんですけれども、おそらく心配がない、むしろ身体的、フィジカル面においてはプラスに働く可能性の方が高いんじゃないかなと個人的には思ってます。と言いますのも、グランプリファイナルの後全日本選手権まで中1週間しか空いていなくて、例年ですねスケジュール的にもグランプリファイナルに進出した選手っていうのは、疲労が結構激しいんじゃないかっていうのも、一部で言われていましたし、近年グランプリファイナルに進出した選手が全日本選手権で立て続けにいい演技をしたとか、ファイナルよりもいい演技をしたっていうケースが、割と少ない印象ではあります。パッと思い返す限り2017年の宮原さと子選手とかは全日本選手権でめちゃくちゃ良かった印象あるんですけれども、日程的にもね結構パツパツですし、例年疲労がこの時期に蓄積していた選手も多かったんじゃないでしょうか。そういったところを考えると、ファイナルがなくなったことによって、体調的にはプラスに働くようなイメージもあるんですけれども、とはいえですね、ファイナルという大舞台が消えてしまったことによってモチベーションとかピーキングとかにも影響がないとも言い切れないですし、男子シングルの話でいくと宇野選手と鍵山選手はグランプリファイナルで、プログラムのジャンプ構成の難易度を上げようというふうなことを考えていたらしいんですね。例えば宇野選手とかはフリースケーティングで4回転フリップを2本にしたり、あとは鍵山選手は4回転ループを組み込んだりといった感じの構成で、おそらくグランプリファイナルの内容結果をもって全日本選手権とか、あとは代表に選ばれたら北京オリンピックで挑戦していくための構成っていうのを考えるための一つの判断材料になる試合だったはずなんですよ。なのでその辺の戦略的には影響あるかもしれないですね。ぶっつけ本番で構成をね上げてくるっていうのは結構怖いと思うんで、そのあたりは気になるところでございます。そしてですね、オリンピックの代表選考にグランプリファイナルの成績が関係してくる項目がありまして、改めておさらいをしておくと、1枠目っていうのは全日本選手権優勝者がそのまんま内定するんですけれども、2枠目3枠目になると選考項目の一つにグランプリファイナルの成績上位2名っていうところがあるんですね。ご存知の通りグランプリファイナル進出者は男子シングルは宇野選手と鍵山選手の2名、女子シングルは坂本選手の1名だけなので、仮にグランプリファイナルが最下位であっても日本人の中でグランプリファイナル上位2名っていう項目はもうどうあっても満たしてしまうんで、この3人についてはもうグランプリファイナルに進出した時点で選考要件を1つ満たすことになりますという状態でした。なので今回仮にファイナルがなくなっても選考レース上では一歩リードしている状態には変わりないかなと思いますんで、ファイナルがなくなったことによる選考への影響はないのかなと思っております。という感じでね、今日は結構急ぎ目で動画作ったのと、今後ね状況がまた変わるかもしれないので、内容に齟齬があるかもしれないんですけれども、一旦今日はこの辺で動画終わりたいなというふうに思います。この動画を見てくださった方もね、何か思うところがありましたら、この動画のコメント欄、フリースペースにしとくんで、思いの丈をね、書き殴っていただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。